長浜博士の大人のおもちゃコーナー。これを聞かないと帰れない、ね、まずね、まずこれですね。はい、あれ、あ、その盾は見たことある。これね、エンドゲームのバージョンのキャプテンアメリカです。キャプテンのアメリカ、エンドゲームバージョン、うん、うん、エンドゲームのバージョンなので、この盾の裏側を見てもらえると層のハンマーが入ってます。へえ。で、最後の最後に一番似てるキャプテンアメリカがやっと出るっていう。おっせ死ぬほどおっせ、これちょっとみんな回してみていただきたい。縦ちゃん、なんか汚れみたいなのが、汚れが出てる。縦 の、 あの後ろを見るとハンマーがありますので、でね、見方難しい。次はね、前回紹介したティック、ティック、はい、はい、今回アメリカに行ってこれ1ドルで買ってきました。これ何、これ、何、これコミックバンティック、なんかタイヤがついてますけど、何、ね、あんま、あんま全然、全然転がらねえんだ。最高でしょ。最高。これがコミックバンティック。チョロ Q みたいな感じでもないです ね、 ね、次ね、次ね、次いくよ。はい、はい、これ前回ね、前回これも紹介しましたし、ザン喋った。これ結構レトロな作りじゃないですか。ご機嫌だ、ご機嫌だけど結構パターンありますね。すげえな、すごい。結構山ほど喋ってくれます。すごい、これすごいな。見てもらい、触りたい、これ触ってください。みんなも足をグイッとやると喋ってくれます。一応結構回しますね。足をグッとやると喋ってくれます。そこ、回すと声出るんですか。いや、足をこうグッとやるとパンチして胸が光って喋ってくれます。でね、もう一個、なんすかこれ、これこれガーディアンズオブザギャラクシーのレコードです。レコード、レコードがあんの。でね、これね、2枚組で、オーサムミックスボリューム1という、歌がいっぱい入ったやつ、劇中で流れる歌がいっぱい入ったやつが A 面 B 面のやつと、サントラの A 面 B 面のやつと2枚組でね、これね、30ドルなんだけど20ドルくらいかな、ディスカウントされた。で、普通にスーパーでレコードが売ってて、スーパーで1000円ぐらいとか、そう、ディスカウントって書いてあって、なんだこれっつって見てて、うわっ、これは買うよっていう。ジャケットだけでもね、そうよ、アナログ版最高でしょ。今アナログ版のガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー、このシリーズであるんですか。それ以外にもマーベルのやつは、いやいやいや、マーベルのやつはないと思います。ないんです。多分ね、ガーディアンズだけなんじゃない？珍しい。今聞く手段はあるんですか、これ？ない。あるわけがないでしょ。まあまあまあ。レコードなんか。まあまあまあ。そう、誰か DJ かなんかの人。ああ、なるほど。国さんもレーザーディスクもはや見れないけど、レーザーディスクのね箱だけ持ってるから。やっぱりね。なんかこの大きさというかいいですよね。綺麗でしょ？綺麗、正方形の、すげえ、そうです、以上です。おお、これはアメリカで、アメリカです。あ、そう、アメリカに行ってたから。ああ、そうか、先月、今月、今月です。帰ってきたの先ほどというぐらいですよ。ああ、すいません、本当にありがとうございます。いえいえ、このために帰ってきましたよ。ありがとうございます。違います。違いますとも言わないでください。違います。嬉しいですけど、一生懸命帰ってきて、はい、でも今回いい旅でした。いろいろ良かったです。で、ガーディアンズもそうですけど、まあいろ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 良かったですね。いろんなおもちゃを買いましたけど、はい、あ、もう、じゃあもう買いたてのやつですね。はい、だから来月もまた、来月紹介したいのがまたいっぱいあるんで、お、楽しみです。持ってきます。来月来れますか。7月、来月来れます、来れます、来月来れます。ティックも買ってきたんですか。ティックはね、1ドルだったんだよね。でも買ってきたのは買ってきたんですよね。でね、ティック1ドルで、はい、ティックの横に4ドルの
スーパーマンリターンズのフィギュアがあって、うん、でそれを、まあ、ガレージセールみたいなところだった。あ、でこれを買うよって言って、はい、でこれで5ドルだねっつって、あ、そしたらあのこの2つで4ドルでいいよってなっちゃって、結局ティックには何の値も何の値もついてなかった。このスーパーマンリターンズ買うならこのティックあげる。お菓子のおまけみたいなやつですよ。そうですよね。ティックもらっちゃったみたいな。俺ティックがメインだったのにみたいな。あれってティックついてきちゃったみたいな。だでちょっとキャプテンアメリカすごいっすよね。すごい。キャプテンアメリカすごいです。これねもうすぐ日本版が出るんですよね。あ、これのフィギュアのというか。そうですそうです。これがよく動くし、顔も一番似てますね。多分。日本版も買うんですか。当たり前でしょ。それはそうですよ、ね、めちゃめちゃ怒られてる雰囲気が今。愚問だぞ。違いますからね。愚問だぞ。でこのシャザームはね、あのこれね完全に安くなってましたよ。いくらぐらいですか。これね19ドルぐらいじゃない。2000円。え、そんなに買えるんですね。買えるんです。だから安くなってるんです。人気ねえから。これ安い。だってシャザームって最近のヒーローですよね。はい、結構レトロな作りじゃないですか。わざとね。ね、あえていい味わいですよね、うん、あれ。あえてアクアマンとシャザームはこれ出してるんですけど。なるほど。アクアマンも同じサイズの出してます。へえ。な、あの、うん、マントが後ろにこう、うん、なるようになってるんですね。いや、あれなんだかわからないんだよね。なんであんなふうになってるのか。閉まっててもいいじゃないですか、うん、穴開かなくて。俺も思ってるんだけど。なんであれあんなふうになってるのかわかんない。わかんない。ただあの光も綺麗にね、綺麗に光るし、ね、ちゃんと光りますね。そう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 、胸もねピカーンと光るし、はい、パンチもちゃんとするしね、はい、うん、いいんですよ。意味わかんないあたりも含めてシャザンっぽいです ね、 そうですね。意味わかんない、意味はわかんないでしょ。意味わかんないです、うん、これまたいいとこですよ。またね、ぜひ来月もたくさん戦利品があるそうなんで、はい、もっとありますよ。もっとすげーのがありますけど、大人のおもちゃコーナー、またすげえのがあるんだけど、でかい、重い。もう事前に言っといていい、はい、絶対に触んないで。絶対に触っちゃいけない。来月 俺が触るから。いや、もうあの芸人にそんなふりしちゃダメですよ。ベタベタにこう、もうダメですよ。ツンツンしちゃいますよ。じゃあ持ってこない。持ってきてください。持ってきてください。持ってこい。やだ、俺すげえ気に入ってんのに。できてください。とんでもねえものが出たんだよ。おー、最近、うん、めったに出ない。とんでもないものが今、とんでもない人形が出てる。何なんでしょうね。じゃあそれを見せたい。それを見つけた時の長間さんのリアクションをちょっと再現してもらってもいいですか。それどこで見つけたんですか。どこで見つけたんですか。それね、ロボトイフェスタっていうね、はい、パサディナってとこでやってた。え、じゃあ店頭で見つけたんですか。ネットじゃなくて店頭。店頭。おー、うわーってなんですか。ネットで注文してても全然入んなかった。入荷されない。で、ベート歩いててパッと箱があって、うん、っつって、マジかっつって。騒ぐやつじゃない、マジのリアクションですね。手探りでこう。で、いくらいくら。横のバットマン70ドルだけど、これいくらみたいな。70だよみたいな言われて。うん、やべえっつって。で、買うみたいになって。ちょっと考えるっつって置いて、ダメだよそれ、買われちゃうよ。で、いや、もうペーって言って、もうすぐ引き返して、すぐ帰って。何のために。少しの角曲がったぐらいですぐ戻って。なぜ。やっぱダメだっつって。で、戻って、俺の友達のジェリーっていうのが、はい、もっと安くなんないみたいに。おただ、うん、65でいいよみたいな。おで、買うっつって。でもそれ定価80ドルなんだよ。なんかちょっとその親父がおかしかったの。で、定価80ドルなのに70からさらに5ドルも負けんだよみたいな。でもそれすごい、本当にすごい。アメリカではずっとそれを触ってた俺。、ずっとそれを飾ってた。何年、え、新しいやつですか。新しいやつですけど、入手が困難なやつ。うん、みんなが待ってた。なるほどね。ちょっと時間がかかっちゃった。新しめのフィギュアにこんだけ長尾さんが入れ込むってなんか珍しいな。まあ、だからもう僕らで言ったらもう水星石のフィギュア見つけたみたいな感じ、ね、あの時のやつ、ね、ローゼンメイの人たち。あの時の水星石爆上がりしてたもんね。かかって買わなかったこと損しました。みんなこうあれ1万5000円ぐらいになったもんね。買いましたもんね。
低い成績人気でしたもんね。それを1000円ぐらいで買えたってことですよね。そうです、テンション爆上がりですよ。今回アメリカ行っていろんな店に行くけど、みんな店員の反応がほとんど同じで笑えたり、あの本も人形もあれ探してるっていうと、うん、これなんでかねえんだよ。あー、そうなんだ。なんであれないか知らないって、いや俺も今度探してるの。で、このコミックありますかに対して、そんなコミックないよ、いなり。いや、あるんだよ。え、あるっつって、店員たちがみんな、あれなんすかこれって言うから、これ俺1巻持ってるんで2巻が欲しいんですよ。パーって見て、え、これ注文もできないんだよ、なんだろうこれっつって、もうみんな呼んで4人も奇妙だみたいな。そう、なんでこんなの知ってんですか。出版されたの知ってるよって言うんで、へー、初めて知りましたって。そう、それはね、実はね、スパイダーマンの新聞連載の漫画があったんですよ昔。はあ。で、レーガン大統領が読んでたっていうやつで、それで、それがきっかけでちょっとあのコミックの地位がちょっと上がった。スタンはレーガンと会ったりして、なるほどなるほど、そう、まあバカにされてたんだけどね、コミックはそれまで、でその新聞漫画のスパイダーマンがずっと出版されなかったんだけど、出版されたんだけど、それがマーベルじゃないんだよ、IDW っていう全然別なコミック会社から出た、ハードカバーで、ニュースペーパー、アルティメットニュースペーパーコミックっていうやつ、スパイダーマン出てて、それ知ってるから、ニュースペーパーのどっかあるんだろうかなって言って、ただ最初のコミックショップで見つけたんでね、1345って、見て1バッと思って、で1はスタンリー&ジョン・ロミータって俺の一番好きな絵描きだった。でバーって見て、あ、もうこれ絶対買うっつって、で2がないなっつって、で3から絵描きが変わる。はあはあ、で今では絶対買っといた方がいいけどな、それ。これはね、いや、345は俺にとってはもう全く無価値なんだよ。そう、じゃなくて12しかいらない。だジョン・ロミータの2巻はどこにあるんだろうっつって、なるほど、これ2巻どこにあるんだろうっつって、言ってたら、その2巻だけがとんでもない値段になってるんだよ。オークション出てないんですか、どこにも。オークションに出てるのがとんでもない値段なんだよ。なるほど。だからこんなはずねえよって。でその2巻だけバーン、1345は今でもネットでも注文できるんだけど、2だけ注文できない。なんかあるんですかね。 それを各コミックショップにショップを回って、これ2巻持ってないのって言うと、みんな、え、そんなの IDW からスパイダーマンありえないよ、なんだそれっつって、調べて調べてっつって、アルティメットニュースペーパーコミックスみたいなこと言ってやると、おるなほんとだ、 IDW から出てますよ。何これ、入荷もされたことないよっつって。入荷本当にこの数が出なかった、個体が少ないのかもしれない、少なかったんです、まあ、ハードカバーでこんな重いし。そうそう、それ持ってきましょうか。ちょっとそれとそれお願いします。それ本当にいい本よ。もう俺うわーって、もう毎晩眺めてられるよっていう、綺麗なんだよ絵が。新聞連載でも普通のコミックなんですか、4コマじゃなくて。4コマじゃなくて、ただね、見るとね、多分何コマか置きで日曜刊で、まあ、毎日やってたのかな、何コマかに、何コマか置きでね、スタンリー&ジョン・ロミータっていう四角いサインが入ってる、はいはいはい、あ、ここで終わったんだなっていうのが分かんの、なんか必ずスパイダーマンのなんかすごいポーズのところにこう四角がある、あ、あ、これで終わったんかなとか、これがスタートかなとか、でも一個にまとめてるから、でちゃんとドクター・ドゥームとかドクター・オクトバスとか敵も出てくるし、絵がもうすげえ綺麗な、俺がその1巻で2年分、とりあえず来月お楽しみに、ごめん